はい、どうもね、こんばんは。尼崎の剛長尾氏とね、今日は全くの尼崎の剛長尾氏じゃないみたいな感じですよね、これ。っていうのもね、兄貴じゃないから、今日は。こっちのね、こっちじゃないの。こっちでもいいけどね、別に。これ、尼強でね。ね、これでもいいか、どっちでもこれでもいいか。まあ、事故前からね、別に。これじゃねえとダメだってこともございませんがね。そして今日はね、ちょっとこのアングルがね、カメラの違うでしょ。どれがいいかっていうところでね。まあまあ、賛否あります。はっきり言いましょうね。そうだね。まあまあまあ、それはいいんだけれどもね。まあ、見やすい、見やすくないっていうこともね、いろいろ聞きたい。そして、何べしゃり、例の、早く歌えっつってね、あったりなんかしたりなんかしましてね。とは言っても、その、何べしゃりがね、楽しみる人も、中にいてるんですよ。ちょっとマニアックな方かもわかんないけど。まあ、そのあたりでね。このアングルはギターがちょっとこう映りづらいというかね、見にくいというかね、こうこっちの幅がないからね、どうしようも。ちなもんでね、まあ今日は今夏休みなんですよね、ちっちゃい。ショート夏休みみたいな感じでね、その前コロナでね、地獄を見ましたが、木曜日からね、また元気にこの夏空にね、現場に行こうかなと思ったりなんかしておりますけどね。明日は何しようかしら。明日あたりは汗かきながらね、自己満ハーレでね、ぶっ飛ばそうかっていうこともやりながら、まあ、今日はね、ツイッターでね、リクエストをいただいたりなんかしてね、まあ、できないわね、やっぱりやったことないやつもあれば、そのあたりでね、それでもこのあったかいね、黒沢青果店のね、M さん、ありがとうございます。心の底から感謝しますよね、いつもそのお花をね、皆さんにね、癒しのお花をというところでね、アップしていただいて、僕はずっとそれを見てね、癒されるわけ。もうその、年いったからっていうのもね、あると思うんですよね。まあ、普通の方はね、そう若かろうが何だろうが、綺麗ものは綺麗っていうね、あるんでしょうけれども、僕の場合はね、なんかもう見ての通りの状態ですからね、若い時はちょっとなかなかその花見てね、まあ綺麗な綺麗って思ってたと思うんですが、こう考えんでもね、頭で考えんでもこう、わあ美しいなっていうね、それがようやく分かるようになったんですかね。もういいか、早歌えやるよね、多分そのこっち側の方はおそらくそうですね。まあ、それぞれでね。だから、ツイッターも、この下にこう、これ、アングル変えてみましょうかな。下にこう、こうプチがあるじゃない。それをバン押してもたら、説明出てね、ツイッターはこちらから出て、それまたバン押してもたら、ツイッター飛びますから、そのままで見てくださいよ。そこにね、黒沢製菓のね、M さんの花が見れる。癒されると思いますよ、ね、早く歌え、ね、自己満ですから、早くしても遅くしても一緒、ぶちゃけなし。まあ月曜日ね、今日も皆さんお疲れ様でございます。暑い中をね、これが癒しになるように、自己満ですからね、うまくいきませんよ、ぶちゃけなし。お稽古そうそうしてませんからね、そのあたりで。そして、この時間帯もね、今9時、30、36分、38分、ね、そのあたりで、お
仕事中な方につきましてはね、ラストまで頑張ってほしいな。これご縁かなったらいいけど、一生懸命します。よろしくお願いします。ペチャに長すぎるよ。何分だったんでね、測ったりなんかしたりなんかし、さあ誰は緑色悲しくさせたよ一人の恋をして寂しくて届かぬ想いを温めていた。好きだよと言えずに初恋は振り小細工の心、放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから目を離れない。水色帰り道一人口笛吹いて名前さえ呼べなくて囚われた心見つめていたよ。好きだよと言えずに初恋は振り小細工の心、風に舞った花びらが水面を乱すように、愛という日書いてみては震えてたのこ、浅い夢だから胸を離れない。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも意味を探してた。浅い夢だから胸を離れない。途中でね、くじけそうになったりなんかしたりなんかしましてね、まあまあまあ、それも一つのもんですよ。まあ、くじけそうになってもならなくてもね、これはもう、はい、始まった以上は行くしかないんでね、行きますよ、誰か止めてでね。傷つき打ちのめされても這い上がる力が欲しい。これだな。そうは見ない弱虫を背負って生きているの。苦い涙もかじっても微笑む優しさが欲しい。君が愛にしがみつくより
まずは君が強くなれ。Hold your best time。 小手先で上がり落ちる美しさより、汗の方がいい。二度と走れぬ坂道を登ったらば、 Hold your rest。 限界、わかるでしょ、限界って。限界ほどは限の会じゃないですか。そのあたりね、まあまあ限の会でも何の会でもいいんですが、まあ明日もね、精一杯元気よく受けますんでね、よろしくお願いしますよ。そして今日初めて、今偶然にもね、見た場合、見た方につきましてはね、これ、天ヶ崎剛長渕チャンネルね、よろしくお願いしますよ。ガキ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 っとね、昨日からまた1名、2名、3名とね、増えて、いただいて大きなありがとうございます。なんとかね、初めてじゃないです419、これね、やっぱりね、420代乗せたいな。そして、ね、ずっと言ってるような、年内12月31日まで目いっぱい行っての半分1000人が一応トータルなんだね。半分500、なかなかね、こんだけ熱い応援いただいてね、ほんまにありがとうございます。心の底から感謝しておりますよ。やっぱりね、周りにね、そういうYouTuber っていう人がね、いないもんですから、うちなんかはなんとかね、どういう状態になってるのかというところで、そのスタートラインに立ってみて、そこから行きたいんでね、よろしくお願いしますよ。ガチガチでいきます。そして筋トレもちょっと今サボってますけど、またやるんでね、60までガチ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 体バラバラなんていうのもいきますよ。大きなやる顔した6ロール。明日も暑いんでね、熱中症マスク気をつけてよ、外してね、人混みなんかなった時にはまたつけていただいてね、コロナも気をつけて合わせて、よろしくお願いします。6ロールありがとうね、バイバイ、心より感謝します。お気に入り6ロール。